翌朝、目が覚めた4人は驚きました。元の姿に戻ってる。なんと元の動物の姿に戻ってしまっていたのです。そこに神様が登場し、こう説明しました。言うのを忘れておったが、その魔法は長くは続かん。今後魔法をかけるときは人間たちのたくさんのカルマが必要じゃ。どうやら神様によると、人間の姿になるには人間たちの清く美しい心、カルマが必要になるらしい。人間界と自然界の関係を修復するカルマを集めなければ変身することができないようだった。もう一つ、人間界でライブをするのに必要なものがある。名前を決めておくれ。街に降りていくにはまだ準備が必要じゃ。名前か、どうする？俺はこ、人間になっても自分自身を見失わないために狐って入れておきたかったんだよね。じゃあ A はどういう意味なの？まあまあそのうち話すよ。じゃあ僕はシアンかな。いい名前でしょ。ふと降りてきたんだよね。ほう、さすがだな。君はどうする？俺はル。なんかルって文字かっこよくない？一文字でこんなにかっこいいんだぜ。100個にしたらルル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 ル全員決まったようじゃな。これから君たちにもう一つ名前を授ける。君たち4人のグループの名前じゃ。この名前が広く人間界に知れ渡るように、各地でカルマを集めて音楽活動をしていくのじゃ。そう言うと神様は1枚の紙切れを残し去っていった。その紙にはこう書かれていた。マザー、次回ファーストライブ、彼らがいよいよ人間界に。